はい、田中90です。今回ですね、新しい闇ガチャ来ました。それはですね、このブレードブロッサムドローというガチャです。武士。アクティビジョンってさ、まだ日本にさ、武士いると思ってそうだよな、運営。さすが。持ち方おかしいだろ、それ逆手持ちしてるだろ、刀。そんなお前、逆手持ちできるような刀ってそんな、銃持ってな、そもそも銃使えよ。なんで銃持ってないのお前刀使ってる。意味わかんねえだろ、これ。あ、これが目玉の商品なのね。刀じゃねえのかよ。目玉刀じゃねえのかよ、それ。目玉刀じゃねえのかよ。ということで、はい、今回の目玉は AK47 黒幕です。正直、黒幕よりか武士が欲しいよね。正直欲しいのはこっちだわ。正直こっちの方が欲しくない、みんな。このタッチ。正直こっちの方が欲しいっすよね。ということで、今回はね、この AK47 よりもこの2つをメインに引いていきたいと思います。はい、全部引きました。合計2万円ぐらいですね。だいたい。高っ！で、目玉の AK47 はこんな感じです。ちょっとダセーなー、ちょっとダセーなー。で、サイトはこんな感じです。あー、見やすいってことね、これ要は。普通の AK47 って、見ての通り、あれ？サイトあんじゃん。なんか輪っかみたいな部分あるじゃん、サイトの先に。え？え、変わんなくね？ほぼ、変わんなくね？ほぼ。え、独自サイトないの？金なのに。手抜いただろ、お前、日本だから。まあ、若干あれなのか。こっちの方が縁厚いから、サイト感が増してると言えるのか。うん。見やすいサイト、見やすいサイト、見やすいサイトということでね、この装備でランクマッチやっていきたいと思います。どうぞ。はい、では使っていきましょう。サプレッサーつけたらすごいダサくなっちゃった。見て、サプレッサーつけたらすごいなんか、ここに傾斜みたいにダサくなっちゃった。いや、でもかっこいいな、スキンはやっぱ。これ、ここ最近のスキンでダントツでかっこよくない？そしてこの、いや、刀がやっぱ一番かっけえ。やっぱ見立て通り刀が一番かっけえ。この刀スキンマジでいいわ。これがヤマト魂じゃ。NA45 ザコーツ。他人をバカにする心ダメ。お前が俺が切ってやる、俺が。お前はヤマト魂がね、すべての武器を愛してこそヤマト魂よ。いや、でもね、AK47 自体はね、そんな、まあ別に弱くはない気がする。弱くはないけど強くもないからな。別に弱くもないけど強くはないからな、正直な、AK47。AK47 ね、まあでも今使ってみたところ、あー、今のは強い。今のは強い。これもしかして、実は、で、待って、俺 AK47 上手くない？俺 AK47 上手くない？これ。天才的な AK47 の先天性の才能があるわ。俺 AK47 協会、私をスカウトした方がいいですよ。日本 AK47 協会の方。私は AK47 の達人です。8連。え、待って。お前さ、己を犠牲にキルを稼ぐな。こいつ、己を犠牲にキル稼いだよな。お前さ、サーマイト、そう、サーマイト投げてくるやつ多いんだよな。最初に銃じゃなくてさ、サーマイト弾投げてくるんだよな、お前。お前さ、このゲームちげえから、FPS だぞ。もうさ、死んでもさ、サーマイト投げる精神、お前、なお、どうにかしろ、マジで、これ。どうにかしろ。そういうゲームじゃねえんだよ、このゲーム。このゲームはサーマイト投げるゲームじゃねえ。でも強いね。え、待って、AK47意外と強い。で、俺は刀で突っ込みたいの。そういうお年頃なの。いける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 。オッケー。あばよ！思んな。これやれたらちょっとかっこいい。いや、でも強いな。AK47意外と強い。でも形的には AK47 っていうかなんか、ちょっと違うよね。なんか AK47 ってこんな感じの形じゃない気するんだよな。ほら、見てほしいんだけど。ほら。ちょっと違う気がする。普通の AK47 と。多分他のシリーズの多分武器をね、取ってきてんじゃないかな。ケーヌっぽいね、若干。ケーヌっぽい。なんとなくケーヌっぽい。AK47の形とはちょっとなんか、いびつに違う気がする。敵は、どこにいるのかな？はい、やって。お前、お前、今のでも俺、ちょっと言い訳させてもらうと、今、前の味方を撃つのためだった。なぜならば、俺は日本人、ヤマト魂があるから。仲間を撃つことはできねえ。ヤマト魂あるものならば。俺、今のだから俺は悪くないんだよね。その、味方を撃つのためだった心優しき田中90が、心優しいから起きた悲しい事故でもあるから。だって、穴やれたらふぶっこしてるか。穴やれたらヤマト魂精神をぶち込んでくるか。お前、なんで刀じゃねえんだよって指摘はいらねえからな。刀を持ってるからいいんだよ、刀を装備しなくても。別に弱いから装備してないわけではない。俺は日本精神をもうた、おもんなおもんなおもんな拠点取れよ。あ、やっぱ取らんで、やっぱ取らんで。なんで拠点取んだよ。もう負けなんじゃないの。やばい、シーも取られてる。まあ、次だな。次ラウンドですよ。これ面白くねえ。ザーマイトばっか投げてくるんじゃない。あいつ、サーマイトとかいう西洋の武器を使いやがってる。なんて卑劣な奴らよ。私が日本スキンで粛清してやる。行くぞ。これがヤマト魂。待って、めっちゃおる。しかも、あー、強ポジついてる。まあ、西洋文明らしいな。
お前らすぐ強ポジついて敵を倒して楽しいか？そんな作業楽しいか？俺は楽しくないね。俺はもっとヤマト魂あふれる立ち、ほらね、これがヤマト魂なんだよ。卑劣には立ち打ち合わない、正面堂々と打ち合う、これがヤマト魂よ。ほいほい、これは強ポジ、もう足らねえんだよ、足りねえんだよ、作れヤマト魂で、それぐらい。オッケー、これいける、やっての、やっぱハンド強えよ。待って、シート取られてる、シート取られてる、シート取られてる、やってやっての、やばい、これ負けるん、これ負けるん、これ負けるん、これマジマジ言ってる、マジ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 、ビート取られてる、ビート取られてる、これ C 上げさせてビート取らせるって作戦だ、これ。これまずいぞ、これ相手の策にはまってる、相手の策にマジでハマってるぞ。オッケーの、これいけるんじゃね、これいけるぞ多分、これいけるいけるいける、いや A ここで取るんか、ここで A はちょっと攻めすぎない、ちょっとそれは武士道、ちょっとそれは日本精神にそぐわないわ、日本精神は2拠点を取るからな。待って、オッケーオッケーオッケー、取れた、頼む、あとは守ってくれよ、あとは守ってくれよ、俺のいない間は守ってくれよ、これ頼むぜ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 、嘘でしょ嘘でしょ、マジで、しかも全強されそうだし、これまずいまずい、負ける、あー負けます負けます、これ負けるん、オッケーやっての、やらして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 、オッケーやってやってやってた、待って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 、これめっちゃ俺頑張ってない、これこれ孤軍奮闘だろ、これこれで A 取れたらでかい、 A 取って次 CCCABBBB、 これで一気に行くしかねえ、一気に行くしかない、これ頼む頼む頼む、これたつない、いいヤマト魂あるお前、ヤマト魂あるわ、これオッケー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 、俺が取って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 、ナイス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 、ヤマト魂ナイスヤマト魂、これワンチャンある、これワンチャンある、これワンチャンある、お願いお願いお願い、塞いで、おね、俺と俺もう一人いたんだよ、俺ともう一人いた、もう他の3人はどこい、マジで言ってる、それマジで言ってる、今の俺と2人悪くないぜ、これ今の他の3人はなんだよ、西洋の手先かよ、あ、こいついい、こいつはヤマト魂あるよな、一緒にずっと取ってくれてるもん、オッケーいけるいける、いやーマジかよ、これ負けるんか、え、マジで悔しいんだけど、これやべー、最後の方さっき味方批判的に発言しちゃったわ、でもさ、ちょっと熱くなった結果なんで、熱くなった結果って言えばオッケーだろうじゃないか、いやでもさ、いやマジで熱中するとさ、味方への暴言が止まんないってやつって性格気も悪いよな、田中球児です、はい、あれですよ、就活官の人、FPS ゲームやらせるとその人の性格がわかりますよ、熱くなった時に暴言吐くプレイヤーは大体性格悪いです、で、ここのマップ、これはって当たっただろそれ、当たっただろそれ、おーい、AK 運ならね、めっちゃ強いって言ってる人いるけど、俺は正直そうでもないと思ってる、何回か使った結果、というのもキル速おっせえわ、なんか使いにくい AK117 みたいな性能しない、 AK47 って、で、オッケーオッケー、こいつ突っ込むね、スナイパーなのに、お前はいいだろ、お前はスナイパーだけど名誉ヤマト魂と認定してやろう、名誉ヤマト魂とは、ヤマト魂はスナイパーは絶対もらえないんだけど、名誉では一時的にあると判断されるということだ、これで、お前やめな、これ 5GS デュアルなんて、お前、あれ今気づいたんだけど、なんかさ、アニメーション悪くね今さ待って、なんかアニメーションあるわ、俺マジマジで今更気づいたんだけど、なんかアニメーションあるね、これアニメーションなんかあるじゃん、まあ、金武器だから、ほんとアニメーションある、アニメーションある、なんか相手を墓にしてるわ、これ不謹慎と来ないな、これ相手墓にしてる、ほら相手を墓に、不滅って墓にしてる、相手は滅してるんだよな、やばい、あそこにずっといる、クソスナイパーめ、お前オッケー、当たらん、横ブレやば、横ブレやば、なんか結果的になんか俺待ったみたいなやつが違うかな、あれお前の前で、めっちゃ、めっちゃおるじゃん、めっちゃここ来るじゃん、どんだけ来るんじゃん、これどんだけ来るんじゃん、同じところにまだいんの、まだいんの、一つのミトコンドリアから増殖してるわこいつら、明らかに複数の人間がいるとは思えないような感じだわ、いたな、いたな、おい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 、ヤマト魂でキルしたら、ちょっと待ってろ、ヤマトバン、ヤマトバン、これがヤマト魂なんだよな、なんだやはり999、西洋の文明に侵されてる、お前らは、はい、ヤマト魂版、お前もどうせ強ポジを入手し、はい、ヤマト魂版、これがヤマト魂なんだよな、ちょっとあいつら多分この様日本人しかいないから、俺が日本精神をぶち込んである、これが日本精神じゃん、ブチュー、日本精神ブチュー、ブチュ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 、いけ、いくぞ、日本精神をぶち込んでやるぜ、あーこいつやっぱ日本精神足りてねえな、いるな、これ、ここいるぞ、ここいるぞ、ここいるぞ、はい、ブチュー、日本精神、いや日本精神はぶち込むものだからな、はっ、はい、
ダメですね。まあ UAV 出まくってる、 UAV 出まくってますよ。やっての AK47 は日本製の武器じゃなくねって言ってるけど、見てくれ、これ桜がついてんだよ。桜がついてるから日本が侵略したものと同じよ。めっちゃよ出てるけどね UAV。 みんな落としません UAV。 皆さん UAV で一番出てますこれ。俺コットモバリアって思うんだけど、俺一番あれだわ。俺彼女に求める条件 UAV 落とすことだわ。 UAV 落とさないやつ彼女になれない。私の結婚条件 UAV 落とすやつです。待って待って待って、やばい、これは日本選手ぶち込むしかねえ。ぶち込んであったわ。この試合俺めっちゃ活躍してんだけどね。ちょっとね、やばい、相手の卑劣な西洋文明に味方が戸惑っとるわ。敵マジでいいね、いた。やっての、これ勝ちたいな、これ勝ちて、もうこれマジで、もうお前ら知らないでくれ、お前ら知らないでくれ、お前らナイス、マジでナイス、マジでナイス、マジでナイス。お前らはヤマト魂あるわ。お前らは名誉ヤマト魂だ。ということでね、今回ね、使っていきますが、まあ、感想というと、日本のスキンが好きな人は買ってもいいと思うけど、AK47 は別に強くないんで、強さ目的だと買う目的はないです。ということで終わっていきたいと思います。お疲れ様でした。おつ。